さて、次の自動巻き時計ですが、これはオートリストです。オートリストは、確かハウドが製造していたというふうに記憶していますが、これも特殊な構造で、このラグのところですね。ラグのところが、これが動いて、これが、この動きによって、ゼンマイが巻き上がるという構造ですね。これも非常にレアな時計だと思います。あまり市場では流通していないですね。1930年代ぐらいの、自動巻きです。ちょっと開けて後で中を見せします。